皆さん、こんにちは。若い世代の活躍で注目を集め、盛り上がりを見せている女子プロゴルフ界。時を遡ること10年前、4年ぶりに日本人賞金女王に輝いた選手を覚えていますか？かつて美人すぎる女子プロゴルファーとして一世を風靡した森田理香子選手です。現在も現役プロゴルファーである森田理香子選手ですが、最近では全く見ることがなくなっていますね。まさに消えた賞金女王です。今回は4億稼いだ元賞金女王が消えた理由について迫っていきたいと思います。一体何が起きたのでしょうか？では初めに元賞金女王森田理香子選手について紹介しましょう。2013年、美人すぎる女子プロゴルファーとし賞金女王に輝いた森田理香子選手は、1990年1月8日生まれの現在33歳。現役当時の所属はリコー、師匠は足立佳純さん、コーチは岡本綾子さんですね。森田理香子がゴルフを始めたのは8歳の頃。きっかけは祖父がゴルフ場を経営していたことでした。必然的にゴルフを始めるようになったわけですね。この頃からプロになりたいと意識するようになっていたそうです。森田理香子選手をそんな思いを抱かせた理由は、祖父のゴルフクラブに練習に来ていた当時中学生だった永井夏さんが熱心に練習に打ち込む姿に憧れたそうです。それと同時に森田理香子選手に運命の出会いが訪れました。祖父のゴルフクラブの近くが愛犬の散歩ルートだったプロゴルファー足立佳純選手に出会い、弟子入りを志願しました。弟子を取るつもりはなかった足立佳純選手ですが、母親の熱心さと森田理香子選手の真摯な眼差しに心動かされ、弟子として受け入れることに。その後みるみるうちに成長を遂げた森田理香子選手は、2008年7月31日18歳の時にプロテストに合格し、プロゴルファーとして歩み出しました。プロ入り後は岡本綾子に師事し、力強さと美しさを備えた完全無欠のスイングを目指しました。そこから生まれた飛距離は森田理香子選手の最大の魅力ですね。序盤に6戦連続予選落ちを喫するなど苦しい戦いが続いていましたが、中盤戦以降はコンスタントに予選を通過。次第に波に乗ってきた森田理香子選手は5戦でトップ10入りを果たし、賞金ランキング27位と活躍し、プロ入り1年目にしてシード権を獲得したのです。以後2015年まで7年連続賞金シード獲得。そして2010年、樋口久子 IDC 大塚家具レディスで初勝利すると、2013年には4勝を挙げ、あの横峯さくら選手に勝ち、23歳で賞金女王とシード権を獲得した森田理香子選手。関西出身選手として初の賞金女王となったのです。実は4年間もの間、韓国選手が賞金女王の座を占領しており、久しぶりの日本人の賞金女王だったことでさらに注目を集め、ゴルフ界は大いに盛り上がりました。そして翌年2014年の賞金額は約5700万円でしたが、その後優勝争いに参加することがなくなり、2016年になるとこれまでの勢いは低迷し、暗黒時代へと突入してしまったのです。出場試合数33試合に対して18戦が予選落ちとなり、賞金ランキング69位で賞金シード獲得もできず、2013年の賞金女王によって得た3年シードも切れたため、シード権を全て失ってしまいます。賞金女王経験者が出場義務試合数を満たしてシードを逃すのは2009年の服部道子選手以来、史上5人目となる不名誉な記録です。さらに同年の QT でも77位に終わり、翌年のツアー出場は主催者推薦を除いてほぼ絶望的となってしまいました。賞金女王はたった3年でどん底に落ち、2018年のシーズンを最後に休養宣言し、事実上引退状態となっています。突然の休養宣言にファンは驚愕。森田理香子選手といえば、負けず嫌いの練習熱心で泣きながらボールを打つほど
ゴルフに対して熱い情熱を持っていました。そんな選手がなぜ賞金女王が消えた理由は何だったのでしょうか。低迷のきっかけとも言われているのが、賞金女王に君臨した2013年のシーズンオフ、男子女子シニアの各ツアー上位の選手で行われるプロゴルフ3団体対抗戦の3ツアーズ選手権に出場した時のことでした。森田理香子選手はロングホールの4打目でいつもなら確実にピンに寄せるところを初歩的なミスショットとなってしまい、ギャラリーから笑い声が起きました。この瞬間、賞金女王という立場である自分が初歩的なミスは許されないと自らをどんどん追い込んでいってしまったそうです。この1回のミスとギャラリーの笑い声が森田理香子選手の武器であるアプローチに影を落とすことになってしまい、その後も後を引きずるように成績は落ちていき、低迷するきっかけを招いてしまったようです。そしてコーチである岡本彩子さんには休養することについて口頭ではなく手紙で伝えました。通常であれば電話なり会って話すなり直接話したいと思うはずです。しかし手紙という一方的な方法を選んだことに疑問が残りますね。そのため森田理香子選手と岡本彩子さんの師弟関係は不仲だったのかと噂されています。一方で異性関係、恋愛が理由とも噂が流れていますね。賞金女王に輝いた後、森田理香子選手は14歳年上のスポーツトレーナー安福和孝さんという彼氏がいることを公表。交際も認めていましたが、彼氏ができてからというものゴルフで思うような結果が出なくなり、恋の病などと言われることに苦しんだようですね。ですが噂によるとイップスという現象が理由だったとも言われています。イップスとは緊張している場面などで過去の失敗を思い出して体が硬直してまったり、心の葛藤によって筋肉や神経細胞、脳細胞にまで影響を及ぼす心理的症状のことです。これによって無意識に筋肉が硬直し、思い通りのパフォーマンスができなくなってしまうのです。スポーツ選手にとってとても怖い現象です。森田理香子選手がイップスに症状に悩まされている時、岡本彩子さんは私はイップスになったことがないからと突き放すような接し方をしたとも言われています。この一言で2人の関係に大きな溝が生まれてしまった可能性があります。岡本彩子さんは森田理香子選手を奮起させるためにあえて突き放すような言葉をかけたのかもしれませんが、イップス悩まされている森田理香子選手にとっては冷たい師匠に感じたのかもしれません。このようにいくつかの要因が噂される中、決定的な理由は公表されていませんが、理由は一つではないかもしれません。様々な出来事が重なってしまったのではないでしょうか。森田理香子選手自身は現在も引退したわけではないと語っています。現在はプライベートゴルフや個人レッスン、ステップアップツアーの解説に挑戦したり、新しいことに挑戦しているようですね。ツアーに戻る可能性について聞かれた森田理香子選手は、冷静に考えてあの苦しさをもう一度こなすのかと思うと、そこまでのモチベーションに持っていくのは今は厳しいと語っています。引退したわけではないの復活の可能性があるものの、実際に参戦することはかなり難しい状況であるようです。森田理香子選手の言葉からもわかるように、ゴルフの技術や体力はもちろんですが、ツアーで戦っていくためには屈強なメンタルが必要のようです。さて、休養中に浮上した森田理香子選手の熱愛情報を紹介しましょう。2019年イケメンキックボクサーで女性ファンが多い浩司選手と森田理香子選手の熱愛がスクープされましたね。2019年5月フライデーに熱愛がスクープされており、2人で仲良く引っ越しの荷物を運んだりマンションに入っていく姿を撮られています。記事によると、森田理香子さんがこのマンションを選んだ理由は、浩司さんの通っているジムが都内にあると格闘技専門誌ライターが明かしており、2人は引っ越しの前日に揃って上京したと言われています。しかし
その後のフライデーの直撃に対し、浩二選手は引っ越しを手伝っただけと交際を認めませんでした。しかし2020年10月には元シンクロナイズドスイミング日本代表の青木愛さんとの腕組みツーショットがスクープされたのです。記事よると浩二選手と青木愛さんは2020年9月渋谷でショッピングを楽しみ、しゃぶしゃぶ店で食事を楽しんだ後、高級ホテルに消えていったといいます。浩二選手は青木愛さんとのデートが目撃された3日前に試合を行っており、その試合には森田梨香子さんも観戦していました。世間では森田梨香子選手が本命で、青木愛さんは浮気相手と予想が飛び交っていましたが、現在2人の関係について新たな情報は見つかりませんでした。森田梨香子選手の復帰を過去のように恋愛が邪魔をしないことを願うばかりです。そしてまだまだ活躍できる年齢の森田梨香子選手、引退はしていないというわずかな望みに期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。